こんはリングジャケットの辻木です今回はリングジャケットのスーツを使ったおすすめコーディネートを紹介したいと思いますまずスーツはリングジャケットのマイスターになりまして えー、ゼニアのク、えー、クールエフェクトを使っておりますなので、えーまあ、これからの季節、まああのー、きちんとスーツ着ないといけないという方でも、まあ、非常に着やすい素材になってまして、まあえー、一応接触冷感もありますが、まあえー、生地も非常にファインでサラッとした着心地になっていながら、えー、やっぱりゼニア社らしい 非常に、えー、と綺麗な光沢が入った生地になっておりますので、まあ、こうどういった方にお会いしても、えー、非常に綺麗に見せてくれるスーツではないかなと思っております。で、えー、と今回はそちらのスーツに、えー、こちらナポリシャツ、えー、とナポリチーフそしてスカッパネアポリスのネクタイを、えー、コーディネートしております。 えと僕がコーディネートで、えー、特に、まあ、気をつけているところが、まあ、できるだけちょっと色を、まあ、まとめてあげるっていうところをちょっと,、えー、と心がけております。今、え、回、ーまあ、ちょっとミディアムグレーのスーツっていうところで、まあえー、同じぐらいの、えー、トーンの、えー、とブルーシャツ。 でそちらに、まあ、こちらの、まあ、ストライプの入り方が、まああのー、ウェブであったりテントで見ていただければと思うんですがちょっと薄いブルーが、うん、ブルーがかったグレーのような、あのー、ストライプが入った非常にこう目立たないストライプですねそれが入っているので、まあ、それにちょっとこうグラデーションになるようにこのスカパネアポリスのちょっとこう何とも言えない えー、グリーングリーンちょっとこう薄いちょっとこう、えー、独特の、あのー、存,在感を存在感を持ったネクタイだと思いますので、まあ、こちらでちょっとまあグラデーションを合わせるようにして、まあ、よりちょっとこうイタリアらしい、まあ、爽やかなんですけどこうどこかイタリアを合わせる、えー、コーディネートしております。で えー、チーフはちょっとさらっと言いましたけども今回ちょっとサックスブルーーのチーフを使っておりますで最近ちょっとこのサックスブルーのチーフの使い方をちょっと、えー、勉強してましてまあいろいろ人に聞いたり本読んだりすると、まあ、やっぱりシャツの色に合わせるのが基本と,、えー、としている方が前部いらっしゃって、まあ、やはりそれが一番こうなじみやすいのかなと。 まあ白のチーフでこうパリッとこう見せるのもいいんですけどもなんとなくこうちょっと全体的にこう柔らかいあんまりこうパリッとちょっとしすぎるのもちょっとっ恥ずかしいなっていう方はちょっとこういったブルーのチーフですね。であんまりちょっと出しすぎてもあのちょっとこう色があのトーンがであの合わなかったりするので本当にもうこの。 ポケットのところが5ミリぐらいちょっと見えるか見えないかぐらいとかで合わせていただくと割とこうすんなり合わせていただけるのかなと思うのでまあ、またあのお時間あればトライしてみていただければと思っておりますではありがとうございます